おはようございます。本日も、朝活ですね、ラジオ体操に、行きたいので、その移動中で、皆さんとね、お話できれば、情報共有できればと思っております。朝活はね、めちゃめちゃおすすめなんで、ラジオ体操から始めるからでもいいと思うので、ぜひね、多くの方にしていただければと思います。朝は、結構ですね、交通量も少ないんで、ゆっくりできますので、おすすめです。今回ですね、スターダムのお話で、スターダムワールドの方で、札幌2連戦ですね、見させていただきました。全部まだ見てるわけじゃないんで、これからですね、1日目のメインイベント、2日目ですね、ちょっと楽しみにこれから見ていきたいなと思ってるんですけど、やっぱ僕の中で思ってること、多分多くの方も思ってるけど、そこが浸透してない。もっともっとスターダムが盛り上がっていかないといけない指針の一つに、解説ですよ。僕、これ、前から思ってて、だけどなんでこんな改善されないのかは、僕の中でこれ謎すぎる話なんですよ。で、今、スターダムだったりとか、プロレス界で、この、誹謗中傷じゃないですけど、ヤジとか、握手会での選手への、接し方だったりとか、いろんな注意喚起が出てると思うんですよ。で、その注意喚起をファンにこう浸透させるためにも、じゃあなんで大江誠さんの解説は誰も注意しないでほったらかしであのままなのっていうふうに言われたら、運営側としてはちょっと苦しくなると思うんですよ。で、なんで大江誠さんの解説が、っていうふうになるかと思うと、もうこれ人の感じ方なのかもしれないんですけど、正直僕はプロレスを楽しんでみたいし、初めてプロレスを、例えば今回の見たと。で、残念ながらね、現地に行けないから、ペーパービュー買って、見る、後日、僕みたいにスターダムワールドで、結果を完全シャットアウトして楽しみながら見るっていうのが、実際やってるレスラーからしたら、それが一番嬉しいと思うんですよ。結果を知らずに見る。楽しんでもらう。見てる、最近特にひどい気がしてて、楽しめてるかなみたいな。で、プロレスをより盛り上げていく、プロレスに多くの人に見てもらう、プロレスで楽しいんだよ、プロレスの素晴らしさを伝えるっていうことで、実況と解説って基本的につながってると思うんですよ。また次もペーパービュー買ってみてくださいねっていうのが。なんですけど、正直ですよ、これ僕の個人的な感想ですけど、大江誠さんの解説ってこう、プロレス界を盛り上げていくため、もっといろんな人に見てもらうため、継続してペーパービューを見てもらうために、解説で喋ってるとは僕は感じないんですよね。ただ自分が楽しいことを言う、自分が楽しめばみんなも楽しんでくれるよね、理論的なことなのかもしれないですけど。こう選手が技をかけてるときに、全然関係ない話をしたりとか、やっぱね、大きい技でも小さい技でも、やっぱこう、受け身一つだったりとか、体の、それで怪我することあれば、やっぱそこにこだわりの時もあるわけですよ。強いエルボーを入れたりとか、ロープワークだったりとか、それ全然関係ない話だりとか、で、実況と解説が5-5ぐらいなんですよね。だ個人的には解説は、こう聞かれたときに、どう思いますかって聞かれたときに、喋るぐらいでいいんじゃないかなと思って、だからバランスとしては水森選手だったりとか、中野タム選手は意外とこう、シャイなとこあるんで、あんま解説に向いてるか向いてないかって言ったら微妙だと思うんですけど、白川美奈選手みたいに、月山選手が、ファイブターグランプリの予選出るから、やっぱそこのところで同じユニットで話すっていうのはすごくわかるなと思うんですけど、なんかね、おじさんが見てて、眉を潜めたくなる解説なんで、今これから子供たちと女性のね、ファンを取り込んでいきたい、プロレスを見たことのない人がプロレスを見てほしいっていうのが、今のプロレス界の目指してるところだと思うんで、僕ら勝手な認識っちゃ認識になるんですけど、プロレスを見るか、見てどう思うかなんですよ。で、一番ひどいと思うのは、もう毎回言うてますし、
こうセイラ選手っていう、セイラメイ選手っていうものすごいとんでもない天才レスラーがいるんですけど、メイちゃんはね、もうなんか一人だけ特別扱いのちゃん付けで、まあそれもしかしたら二人で、私のことメイちゃんって呼んでねって言ってるのかもしれないですけど、それだったらセイラ選手だけじゃなくて、電車が通る。長い。それやったらセイラ選手だけじゃなくて、いろんな選手もちゃんで呼ばないといけないじゃないですか。その絡み性で言えば。だけど他の選手は例えば花とかひなとかりなとかね、呼び捨て、まあ選手の名前を悪く呼び捨てにするっていうのは理由があって、そのサッカーとか野球でも全部呼び捨てですよ。で、呼び捨てなのはアナウンサーとか特にですけど、呼び捨てにしてるのってリスペクトがないとかそういうことじゃなくて、何々選手っていうのをカットして違う言葉をたくさん詰め込むっていう理由があるんですよ。で、解説の人は、まあ、そこは選手とか何々くんとかさんとかでも、まあ、それは全然、解説なんで進行上の理由で関係ないっちゃ関係ない形になってるんですけど、いやー個人的にめちゃめちゃ気持ち悪いと思って泣きそうですよ。だから問題なのは、ヤフーニュースでもっと取り上げられないといけないですね、このことが。まあ、試合結果レコードが、こういうのになりましたよとか、試合外での話が多かったりすると思うんですよ。で、本当の本当に、プロレス界が盛り上がってきてるなと、認知されてきてるなと、多くの方に見てもらえるようになってきてるなっていうような、まあ、YouTube で無料配信のところでもいいし、可能であったら、アマスタダンワールドにね、加入して見てもらうっていうのがいいと思うんですけど、で、その時に、大江誠さんの解説って大丈夫かっていう記事が上がり出したら、スターダムが多くの方に認知されてきてるなっていうところになってきてるんですよね。スケートボードの解説で、やばいやばいやばいっていうのが結構話題になりましたよね。だからそこのところがね、で、僕がちょっと思ってたのが、結構考えてたんですけど、スターダムって、まあ、女子プロレス団体あるあるの一つなんでしょうけど、海外にもね、ファンが多いんですよね。特に東南アジアが多いらしくて、アジア系って本当にそのアジアの、だから、東南アジアの人は日本人好きになりやすいっていうふうに言われてるんですよ。同じアジア系なんで。だから正直にアジア系の人が見ていて日本語が分かんないんだったら、日本語が分からない人が多分この日本語実況を聞いててもなんか盛り上がってる感じあるなってそのさえ伝わればいいわけですよ。僕的には日本語実況解説はまあやっぱあった方が分かりやすいし、的には実況だけ欲しいとすら思ってますからね。なんか英語の実況解説で来るかぐらいで思ってるんで、ちょっとね、会社からだったりとかファンから苦言があって、まあ、ヤジだったりとかそういうのでファンに伝えるんだったら、まず自分たちがやることは解説での話の仕方を改善。